お前どうしたら俺だけのもんになんの？なんでこんな気持ちを向けられて、今まで気づかずにいられたんだ。どうしよう。怖い。きつい？まあこうしときゃ勝手に出ていけねえだろ。なあお前さ、俺の気持ち考えたことある？ねえよな。理解する気ねえもんな。外してほしかったら俺の言うこと聞け。他のやつにいい顔すんな、女と親しくすんな、俺以外の男とも親しくすんな、会うな、喋るな、笑いかけるな。ここから逃げられると思うな。一生俺の違う。今のなし。そういうことじゃない。あれ？変だな。バカみたいにたくさんこの顔を描いてきたのに。この人ってこんな顔したっけ？なんか拗ねてる。変な言い方してんじゃねえよ。出ていかないよ。そんなつもりない。じゃあ勘違いするようなことすんじゃねえよ。ごめん。なんだこれ、目がおかしくなったのか。拗ねて甘えてるようにしか見えない。俺がどっか行きそうで怖いの。あの女ならまだしも、あのメガネにまで媚び売ってんじゃねえよ。ほんとお前ふわふわしやがって気が休まんねえ。他の人と仲良くしたら嫌なんだ。どうせ俺は優しくねえし、話もちゃんと聞けねえし。何？なんでそんな弱ってんの？そんなことで不安になってんの？あんたが？なあ。お前どうしたら俺だけのもんになんの？なんでこんな気持ちを向けられて、今まで気づかずにいられたんだ。どうせ俺なんてって耳に蓋をして。何これ、心臓痛い、息できない。あんたとしかこんなことしたことねえよ。それ
それじゃダメかよ。違うな、ダメ。未来永劫を他の誰ともしないと誓え。エブリデイウェザー、ここから3時間は私日吉愛香と、いつもいらっしゃる気象解説員の瀬ヶ崎さんは本日お休みということで、代わりに何どういうこと。よろしくお願いします。かなみちゃん、声のボリューム。もうちょっと言葉を紡ぐ努力をしようか。電話。かなみさん。え？瀬ヶ崎です。まさかのご本人登場。本当にすいません。漫画の件も重ね、本当にすいませんでした。漫画？悪気はなくてですね、ちょっとした出来心が万罰につながってしまって、そして普通目の本に。あ、この場合はですね、物理的に薄いだけでして、ミームの意味としての薄い本とはまたちょっと違うというか。詳しく教えていただけますか。あの、え？それはどこで。かなみさんにもらった。へえ、お前こういうのが言われたいんだ。あ、いや、漫画なんで、現実じゃないんで。あ、そう。で、会社に行けばいくらでもいる綺麗な女性よりも、数えきれない視聴者の中の誰よりも、家で待っていてくれてる君がいいんだ。他の誰かと仲良くして、あんまり嫉妬させないで。いくら俺でも優しくできなくなる。信じて。君だけが好きなんだ。よ。なんちゅう顔してんだ。いや、一般人に漫画読み上げられんのってあんまり。は？その、なんていうか。っていうか、怒ってないの？もういい。ん？だって、あの人は。マンさんたちがね、くれぐれもよろしくお伝えくださいって言ってた。
またあの女と仲良く通話してたのかてめえは。通話というか一緒にカフェで作業してただけで。はあ、あのメガネも。いや、マンさんだけ。お前ほんと、マンソンいいんじゃないの。ちゃんと紹介もしたし。俺はやつの人物像が知りたかっただけで、仲良し恋しは容認してね。なんだこいつ。あ、ちょっと鍋熱くなってるから危ない。なあ、お前他に友達とかいないの。いや、いるけど、みんな夜型だし、一緒に昼に作業できるのマンさんしかいないし。わかった。じゃあ交換条件飲むなら、外でアグラは許してやる。その日の夜は絶対抱かせろ。したらいくらでも通話していいぞ。そんなの、晴れって聞くたびに頭ん中いっぱいになってたのに。嫌だ。そっか、嬉しいか。ご褒美だろ。友達とも会えてセックスもできてよかったな。冗談だよ。その代わり、俺が帰ったら通話中だろうが何だろうが玄関まで来い。でお帰りって言え。そんなことしてほしかったの。悪いかよ。別に悪くない。本当よくわかんないやつ。そんなことで嬉しいの。おかえり。お仕事お疲れ様。今日の分玄関じゃないけど。いただきます。いただきます。ドン引きじゃないか。え、あ、ダメだった。何もない。